こんにちは、コメソンです。今回はシーズン1直前まであと4日ということで、年末年始逆転祭ちょっと見ていこうかなと思います。これね、2回目の撮影なんですけど、逆転祭、始まったその日に動画撮ったんですよ。動画撮って、ガチャも引いて喋ってでやってたんですけど、その動画を保存してるファイルごと全部消しちゃって、そうだから他の動画とかも全部丸々消しちゃったので、あれ今ちょっと別のやつ消してない、そうって感じで全部消えちゃったので、もう一回取り直しておりますと。よかったら、その中でね、ガチャ動画が言うて一つかな、この無料のガチャだったんで、まだ良かったけど、はい。ということで、今撮ってるのが28日ですね、の夜に撮ってるんですけど、はい。どこだったっけ、見るところ、ここですね。年末カウントダウンリメンバーガチャ。はい。で、もうちょっと過ぎちゃってるんですけど、27日に無料チケットが配られて、2016年に出たコマが出現だと。で、椅子駒は1体出ますよと。これだがね、廃止対象。で、それぞれ、見ていただければあれなんですが、2017年。28日が2017年。29日が、2018、30日が2019年でいいのかな。で、31日が2016年から2019年の11月までに出たコマたちが出現対象になるよという感じですね。はい。ほんで、ログインするとチケットね、もらえるんですが、こんな感じでね、Sコマ1体確定ですよと。なので、毎日ちゃんと引けてれば5体。取れてるって感じだよね。16、17、18、19、あとは総決算ということで5回いけますよって感じですね。はい。そう、だから1日目とりあえず動画撮って、2日目、3日は編集する段階で画面収録できてれば後ろにつけておきますねみたいなことを言ってたんですけど、1日目の動画は消えちゃって、2日目は画面収録だけしてあるので、編集する段階が多分ね、3日目だと思うので、この動画の後ろに3日目、2日目と3日目かな、の様子をおそらくくっつけようかなとは思います。はい。で、12月31日に、エリマントスが出るまでガチャと。だから去年でいう、108煩悩のね、108回引き直せるよっていうガチャがあったと思うんですけど、今回は30連は引けますと。30連は引けるよと。で、それぞれ最初に10連、20連目、30連目。は S が1体以上確定で出てきて、でそこから40連目以降エリマントスが出てくると終わり。まあイノシシの年なんでね、今年まだね、もうちょっとね、なのでイノシシのエリマントスが出たら終わりと。で前回は引き直すだったのでゲットできなかったんですけど、今回は引いた分だけゲットできると。そうだからエリマントスが出なければそこまでに引いたキャラ全部ゲットできるよってことだと思います。ここでね、アテナ、サタン、メイデンか、ここ引けたら激アツだね。激アツですね。ほんで大事なのが、おそらく大晦日には出してると思います、この動画なので。12月31日に引けます、このガチャね。このガチャ引けますので、その上のさっきのねガチャちょっと間に合わなかったよとしても、これは引けるので、はい、エリマントスガチャ引けますので、それから絶対ログインして引きましょうって感じですね。12月31日に日付が変わった段階から、31日の23時59分日付が変わるまでですので、お昼ぐらいに引いておくのがいいんじゃないかな。あ、そう、日付変わった瞬間とかですね。まあ、日付変わった瞬間もしかしたらゲーム内が重くなってるかもしれないですけど、まあ、余裕持って引くのがいいんじゃないかな。エルマントスが全く出てこなかったらやばい、あと3分しかないけどエリマントス全然出てこないやみたいなことがあるかもしれないので、はい、余裕持って引きましょうという感じかな。この動画は多分撮ると思う、撮れるとは思うけど、多分年始の公開になるかなというふうに思います。はい、サタンが欲しい、メイデンも欲しいって感じですね。はい、ちょっとカウントダウンガチャもね、ガチャじゃない、まあ、もありますんで経験値とか得られますよって感じで、でコロシアム来てて、でそれぞれのミッションがあって、はい、まあこんな感じですね。はい、
ということで、まあ、ざっくり見ていったんですが、結構熱い内容だったね。で今現在動画撮ってる段階だと年始キャラまだ出てません。はい、まだ出ていませんと。で右上211個あります。まだね集められるところは少しあるので、そこで集めて年始でバシコンとしていこうかなと思います。まあシーズン1始まった段階で、今回のクラスマッチの報酬かな、なんかもらえるので、おそらく250は超えると思うので、最低限の準備はできてるかなというふうに思います。はい、ってことでちょっとね、今回ちょっと動画が短くなっちゃってるんですが、はい、ちょっと年末年始の逆転祭の軽く確認ということで、はい、でガチャ動画ちょっとね、タンドリくらい引いておきましょうか。はい、こちらタンドリ引きまして、最後のご視聴ありがとうございましたと引きまして、でバイバイと終わった後に、2日目かな、先ほどのやつのリメンバーガチャか、2日目と3日目おそらく後ろにつけてると思いますので、今回ちょっと単発ドリームがあるこちらですね、無双カップ戦ガチャ引いて終わりにしたいと思います。年末年始逆転祭楽しんでいきましょう。ということで、あれかな、待って待って、オセロニアの動画だと年末最後になる可能性があるので、今年もおそろいにありがとうございましたということで、来年も楽しい年にしていきましょうという感じで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。まあ、来年もいい年になりますように。ちなみに リア持ってないね。行きましょう。ここでエルマントス出てくることない？大丈夫？最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は画面左の登録ボタンからお願いします。この動画に関連する再生リストは真ん中の再生リストをクリックかタップしていただくと見ることができます。その他にもいろいろな動画を上げておりますので、ぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。